街の公園、カイザースラウテルンは、ドイツ連邦共和国ラインラントプファルツ州に属する都市。約10万人の人口を有する。都市名のカイザーは、バルバロッサの通称で知られる、ローマ皇帝フリードリヒ一世にちなんだもの。日本の東京都文京区と姉妹関係にある。機械産業が盛ん。一時は、ミシンの生産などで知られた。 ライン川流域からザール地方へ取り黒で移動する際のほぼ中間地点に位置する。近隣の都市としては約50キロ東にマンハイム60キロ南西にザールブリュッケンが位置する。フランス国境まで最も近いところで約40キロ程度である。現在のカイザースラウテルンの場所には紀元前8000年頃の居住地跡がある。 2500年前のケルトの破壊死が、カイザースラーテルンから、北18マイルのところに位置するミーザウのあたりで、見つかった。その遺物は、シュパイアーの博物館に展示されている。ラウター川が近くを流れ交通の要所に位置するため、旧世紀頃には、市場が形成されていた。都市の名称に、皇帝を冠する由来は、ローマ皇帝フリードリヒ一世が拠点を置いたことにある。 フリードリヒの最初の城の跡は、視聴者の前に残されている。西部防衛のために建てられたナンシュタイン城は、ラントシュトゥールに建てられた。カイザースラウテルンの最も古い教会である、シティフト教会は、1250年から1350年に、かけて建てられた。この頃、順調に町の人口は増加し、皇帝ルドルフ一世は1276年に、 帝国都市特権を与えた。教会の中庭には旧市街の一部が残る。1519年にフランツ・フォン・ジッキンゲンの支配下に入った。彼がプロテスタントを受容したことで、カイザースラウテルンは宗教改革の拠点となる。ジッキンゲンと周辺の貴族はカトリック側のトリーや広塚砂教と争うが敗れ、ナンシュタイン城はカトリック勢力により包囲した。 実金元は降伏後に死亡し、再びカトリックに戻った。30年戦争期、プファルツ選定校、フリードリヒ3世の息子のプファルツジンメルン校、ヨハンカジュミールが1571年から10年間、カイザースラーテルンに今日構えた。スペインハプスブルク家の軍勢に支配された後、新教国スウェーデンがこの地を征服したが、1635年に、 オーストリア・ハプスブルク家の皇帝の命による冷酷な、クロアチア軍隊の侵攻を受け、3200人の住民のうち3000人を殺害され、3日間にわたり、略奪などの無秩序な状態が続いた。10km 西にあるラントシュトゥールは降伏したため、このような事態にならなかった。カイザースラウテルンが繁栄を取り戻していくには1世紀以上の時間を要した。 30年戦争を終わらせたベストファーレン条約後、プファルツ選定校はすべての城の解体を命令した。ルイ14世の下で領土新長を図るフランスは繰り返し侵入し、アウクスブルク同盟戦争の間はカイザースラテルーンを占領した。プファルツ全地域が18世紀にフランスとドイツによる戦場になった。1713年、フランスは フリードリヒ一世の城と壁塔を破壊する。1793年から1815年のナポレオン一世のワーテルローでの敗戦まで、この地域はフランス行政下に置かれる。1815年のフランス第一帝政の崩壊後、1918年まで、カイザースラウテルントップファルツはバイエルン王国の地方になった。第一次世界大戦後、再び、 フランス軍により数年間占拠される。第二次世界大戦で連合国により町の60%が破壊される。鉄道と主要道路が主なターゲットで最も被害が出た攻撃は1944年1月7日、8月11日、9月28日に行われた。2万の10個のうちの1万1000は破壊された。 クレーバー・カゼルネの隣の墓地の壁にはこの時の爆撃の弾痕が残っている。1945年3月20日にパットン指揮下のアメリカ第三軍第80不評師団第319不評連隊は無抵抗でカイザースラーテルーンを占領した。戦後、1948年に通貨改革が行われる。経済は停滞していたが、1952年に アメリカ軍の駐屯地、ラムシュタイン空軍基地ができることにより経済成長を始める。カイザースラウテルンの紋章は赤と白の縦にフリードリヒ一世の好物だった恋が口を開けて描かれる。1FC、カイザースラウテルンがカイザースラウテルンをホームタウンとするサッカークラブチームである。スタジアムのフリッツバルター・シュタディオンでは 2006FIFA ワールドカップにおける一時、リーググループ F の日本対オーストラリア戦が行われた。なお、市内には小松製作所の海外生産拠点があり、交流を行っている小松市との友好都市締結も検討されている。ありがとうございます。